見て。あら、それは。すごーい。どうも、出てみたかったんです。アメトーク、嬉しい。すごいすごい。はい。コロナですよ。お、はい。世の中はコロナコロナしてますよ。うん、だから今回は、ネットを介してのステマとなります。はい、それでもやるんですね。やりますよ。元気でしたか、マッティは。全然元気です、私は。それは何よりです。はい。私の元気、すごい元気。元気そうです。もう、艶肌いいもんね。ありがとうございます。二度と働けない気がする、休みすぎて。もう私も出たくないもん、外に。人間がダメになってきた、もう。いや、いいと思います。今はそれが正解です。文庫本を買ったんだけど、まだ読んではないのよ。なんで読んでよ、読んでよ。だ家にはあるのよ、小説は。と満足するタイプです。ゾンビが絡んでくるの。えぇ、ー、ゾンビ絡むんだって。ゾンビ工藤咲のステマ。ですね、はい、漫画作品を紹介したいなと思っております。おお、漫画。漫画、みんな家とか暇でしょ、何していいかわからないみたいなのあるじゃないですか、うん、そんなあなたにおすすめの漫画を今日は用意してきたよ。わあ、素敵。今日紹介するのは、はい、主人層の殺人というものを紹介します。おこれはですね、はい、ミステリー賞4冠を達成した今村正弘先生の原作小説があって、それを、はい、三岡雅先生というね、絵のめちゃくちゃうまい先生が振り返って、うん、現在少年ジャンププラスで連載中ということ、うん、2019年実写映画化もされたんで、うん、CM で私もチラッと見て気にはなったんですけど、はい、マッティ知ってますこれ。私実はこれ文庫も買ったんだけど、まだ読んではないのよ。なんで読んでよ、読んでよ。だ家にはあるのよ、小説は。で、満足するタイプですね。そういうタイプですね。じゃあ行きますけど、あらすじね。新興のホームズこと新興大学3回生明智京介は学内で起こる様々な事件を解決していた、うん、明智はある日同じ大学の探偵少女剣崎ひる子の相談を受け、いわくつきの映画研究会合宿に参加することになり、てんてんてんっていう、うんうん、これだけ読んだら、あとは映画の CM とかだけ事前情報で知ってた分では、はい、もう単純に大学生たちが、うん、こう密室空間みたいな、うん、ちょっとガンガンお亡くなりになってて、はい、誰が犯人だみたいな、ね、こう近代一少年的な感じがあって、うん、そしたらは予想外の、はい、ゾンビが絡んでくると。ゾンビ絡むんだって。ゾンビ、ゾンビ出てくる。だってあの映画の CM ゾンビ一回も出てきてなかったはず。出てきてない。なんか普通のあれかと思ってたわ、殺人事件かと思ってた。ゾンビ大好きなんで私は。そう、ね、漫画を見てびっくりですよ。だってミステリー小説にそういうなんかこう、なんていうの、イレギュラーなさ、現実から離れた設定を持ってくるっていうところね、はい、素晴らしいあれなんだけども、はい、見どころとしてはですよ、はい、まあ、絵が綺麗っていうところ、これはまず言いたい。うんうん、はいはい、原作とこう作が分かれてる作品ってね、こう、絵上手い人持ってくるじゃないですか。めちゃくちゃ絵上手いの。しかもなんかね、ちょっと昭和テイストな絵柄を、うん、こう現代地区に令和っぽくアレンジした、うん、目のキラキラ感、うん、まつげのふさふさ感は昭和なんで、なんかおしゃれなんです。ほうほう、おしゃれ綺麗。センスがいいのね、きっとね。センスがいいんです、うん、あとはね、見どころのもう一つとしては、はい、登場人物がみんな肝が据わりすぎってところですね。はぁ、え、マッティとかさ、目の前で人が死んだらどうなりますか。え、目の前で目の前で今まで一緒にバーベキュー食ってた人とかが死んだら、なるよ、多分なると思う。死んだことないから分かんないけど、多分なる。私もないから分かんないけど、うん、なるし、うん、まあ、なんなら眠れなくなるかもしれないし、うん、その後ご飯なんてしばらく食べられないし、うん、部屋の隅でうずくまるぐらいのもんじゃないですか、まあ、大体の精神状態ですね、うんうんうん、この人たち普通に受け入れます。すごい受け入れるし、あ、ゾンビだぐらいな、受け入れるの。え、それ犯人はゾンビなの？わかんない。いや、それがですね、ゾンビにやられて終わりのパニック系かなと思いきや、このミステリーの要素も入っていて、うん、
密室の中で一人お亡くなりになるんですけど、それがゾンビにやられたみたいな死に方をしてるんだけど、でも密室で、でも部屋の中入ったらもうゾンビいないんですよ。ほうほうほう、誰かが招き入れたのかなってなるやつ、怪しいメッセージ残ってるし、ごちそうさまメッセージがね、ゾンビそんな律儀にごちそうさま、ごちそうさま言わない、私が知ってるゾンビは言わないな、言わないですよ、言わない、私の知ってるゾンビも言わないんで、今後どうなるか分かんないんだけど、うん、ミステリーの要素とこのゾンビパニックの要素と、面白いんですよ、面白いわ。そう、あともう一つ言っておきたいのが、まあ、ゾンビオタクの重本さんって人が出てくるんですよ、うん、そんな重本さんが、はい、こちらで気になってたのよ、ずっとなんか後ろにチラチラしてんなと思ってたんだけど、これが体で隠して最後にポンってやりたかったの、はみ出てダメだった、チラ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 おっさん見てんなと思ってたのよ、うん、で、はい、彼のビジュアルなんですけど、これ割とちゃんと忠実に描いた方、顎も長くないし忠実に描いた方なんですけど、うん、ステッドダンスに出てくるオタクラくんにすごい似てて、はい、でなんなら私はこれオタクラくんを描いたんですけど、え、重本さん、重本さんはほぼイコールなんです、オタクラくんを描けば重本さんだし、あ、ほんとだ、オタクラくん、ちょっと今調べたらこれオタクラくんですね、これオタクラくんです、オタクラくんであり重本くんなんです、ですのでぜひ皆さんチェックしてみてください、はい、ありがとうございます。そんな感じで、ステマは毎週水曜日配信、番組の裏側を綴ったマッティのステマの裏側をノートで絶賛公開中ですよ、チャンネル登録もお願いします、お願いします、また来週。